私はですね、最近ですね、なんか作ることを、なんか作りたいなと思ってさ、稲をさ、今育ててんだよ、今。3日目、稲。育てて初めて。バケツ。バケツで稲作っとったけど。稲 で、稲はさ、なんかし、今のは取り消して、こっ稲ちに。をさ、やった後に何でさ、もない。藁できるやろ？稲って。藁できるとこ。そう、藁ができるやろ？やけんね、その藁で納豆作りたいと。残り60で、だ秒。から白ご飯と大豆の納豆ば作って、もう私はもうご飯を、うわぁ、うめぇみたいな。って感じで。なんか、ウハウハでね、自分が作ったのってやっぱ格別にうまかったりするじゃん。やっぱ苦労した方が美味しかったりするやんか。料理とかって、で、煮込み料理何時間もかけて煮込んだお肉ってもうマジで格別で美味しいやんか。それと同じやけんね。そう。それをね、やりたくて、そう。ちょっとね、手の込んだやつをね、ちょっと一個作ってみたいなと思って、そう。